11年前のお話。ここ神戸の潮風小学校、キンコンカンコン。今日も一日の勉強を終わるチャイムが鳴り響きました。僕の名前は高橋剛、ここの小学校の6年生。僕はとっても忙しい。なぜなら学校から帰ったらすぐに塾に行かなくちゃいけないからだ。さあ急いで帰るぞ。待って剛君、卒業記念の作文ちゃんと書いてくれるまでここを通さないわよ。僕を通せんぼしたのは幼なじみの美穂ちゃんだ。そんな暇なんかないよ。僕は来月私立の中学校の試験があるんだ。忙しいんだよ。ダメよ、ちゃんと書いてよ。うるさい、どけ。僕は頭に来て突き飛ばした。思い出って大切なのに。美穂ちゃんの寂しそうな声が後ろから聞こえてきた。が僕は塾に行かなくちゃ。1月16日、塾の勉強も終わって家族みんなで遅い晩ご飯だ。僕の家はマンションの10階。4人家族で、お父さんはサラリーマン、お母さんはパートに行っている。あとは僕と弟の純だ。おっと、ペットの犬のアキちゃんも忘れちゃいけない。ご飯が終わってもまだゆっくりできない。塾の宿題があるからだ。僕はまた机に向かって勉強してきた。そしてふと窓の外を見ると空には黒い雲が立ち込めていた。ぐおー、木の底からうめくような音がして、いきなり僕はベッドから突き上げられた。なんやこれは。僕はベッドから振り落とされないように必死で捕まった。強し、降りろ、お父さんが叫んでいる。僕は真っ暗の中ガタガタ震えながらベッドを降りた。弟の純は泣き叫びながら僕にしがみついている。お母さんはここよ、タンスの下や、大丈夫やで。ようやく激しい揺れが収まった。これは地震や。ごっついな。あんたら痛いとこない？手も足も頭も。うん、僕も弟も大丈夫や。今度余震が来たら終わりや。それで出よう。お父さんは決断した。僕たちは家を脱出することにした。外に出たら足がすくんだ。ほんとこんなでしたね、神戸の街もね。これでした。ビルが斜めに傾き、家が潰れている。どこからサイレンが鳴っている。まるで映画で見た戦場だ。とにかく安全なところに行こう。それ、学校に行こう。お父さんの言葉で歩き始めた。お母さんは弟のジンを抱きしめている。僕の背中には犬のアキちゃんが怯えて泣いている。歩道に屋根がかさり、電柱が重なり倒れている。上空にヘリコプターがパタパタ鳴っている。うるさいわ、飛んでばっかりおらんで、おにぎりでも水でも落とさんかい。腹ペコの僕は頭に来て怒鳴った。いや、そうですよね、本当その通りですね。この九州でもそうだったんだろうかな。僕たちは学校の体育館に避難した。体育館の中は住むところをなくした人たちでいっぱい。僕らのマンションも全壊でもう住めない。頑張ってやっとマンション手に入れたのにな。残ったのは借金だけや。これからどないしょ。お母さんは頭を抱えている。おい、長門の町がひどいらしいぞ。お父さんがどっかで噂を聞いてきた。長田の町には僕のおじいちゃんとおばあちゃんがいる。電話しても全然連絡がつかん。もう死んでしもとうかもしれんな。おじいちゃん探しに行こうや。僕は思わず叫んだ。どうやって行くんよ。自転車は壊れんかったからみんなで自転車で行ってみようや。よっしゃ、わかった。おじいちゃんたちを探しに行こう。みんなで行こう。そして僕たちは自転車で出発することにした。
4時間かかって長田に着いた。長田の街はなかった。アーケードは倒れ、商店街は焼けていた。おじいちゃんの家、あらへんよ。弟の純が焼けた地面を捉えて泣いた。まだわからん。とにかくおじいちゃんのいる病院に行ってみようやないか。足も体もくたくたに疲れて、やっと病院に着いた。ガラスは割れてたけど、病院はちゃんと立っていた。ドキドキしながら、ドアをギギーッと開けると、ああ、おじいちゃん、おばあちゃん。一気に力抜けて僕はひなひなと座った。ほんまにお前は来たんかい。よう来た、よう来た。おじいちゃんは僕たちの頭を撫でてくれた。おばあちゃんも付き添いで病院に泊まっていて助かったそうだ。ほっとして僕たちは自転車を引きずるようにして帰ることにした。病院からの帰り道、幼馴染の美穂ちゃんのマンションに向かった。1階が潰れとう。そんなんないよ。前に美穂ちゃんの家族の写真が立ててあった。白い花が備えてあった。5階建てのマンションが4階になって傾いてる。一家全滅や。かわいそうにな。そんなん嘘や。学校から帰るとき、思い出て大切やのに、って言ったの美穂ちゃん。もういないなんて僕は信じられない。僕の心は空っぽになった。震災でいつもの時間が止まってしまった。町も学校も活動停止。朝、昼、晩とお弁当の配給があってお腹は満足してるけど、この頃僕はよく眠れない。夢の中で死んだ美穂ちゃんが出てくるんだ。思い出して大切なのにと夢の中で悲しそうなことを言う。ごめんな、ごめんなと僕は謝ってそこで目が覚める。どうしたんや、強志くんと声をかけてくれたのは同じ避難所で生活をする元小学校の教頭先生のおばあちゃん先生だ。おばあちゃん先生はとても親切で、みんなのお世話を進んでしてくれている。強志くん、心に溜まっているものを思い切って話してごらんや。おばあちゃん先生が言ってくれたので、僕は思い切って美穂ちゃんのことを喋った。僕、美穂ちゃんを突き飛ばしてしもたんや。作文、とうとう書かへんで、思い出て大切なのにって美穂ちゃん言うたのに、あんなのこともできへんかった。美穂ちゃん、死んで、死んで。僕はもうこれ以上声が出ない。辛いな。だけどな、死はどんな時でも殺された人たちに後悔と悔しさを置いていくもんなんだよ。誰でもな。そうや、誰でもや。私も亡くなったお母さんには後悔ばっかりしと、ああしてあげればよかったな、こうしてあげればよかったなって。だからお母さんにもしてあげられなかったことをな、今他の人にしてあげてるんや。そうや、今から私のお母さんのところに行こうか。え、でも死んじゃっていないんでしょ。ところがいるんよと、おばあちゃん先生は僕を学校の裏庭まで連れ出した。ほらご覧、今年もお母さんの花が咲いたよ。僕はあっと叫んだ。土の中からいくつも小さな実が顔を出していた。お母さんね、フリージアの花が大好きで大切に育ててたんよ。お母さんが死んで10年、毎年春になると黄色い花が咲いて庭一面光の海になるんよ。人間はね、みんな大地に帰るんよ。みんな、僕もな。そう、生き物はみんな大地に帰るんよ。そしてまた新しい命を産むんよ。美穂ちゃんも、美穂ちゃんのお父さんやお母さんも一緒。そうや、おばあちゃん先生は静かにうなずいた。今日は熱々の味噌汁の配給があります。ボランティアの人の連呼が聞こえる。僕と弟はカップラーメンの器を持って飛び出した。早く行かないとなくなっちゃうからだ。
なんだかいっぺんに